佐賀県全県区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止時の定数は5。現在は、佐賀1区、佐賀2区に分かれている。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の、区域も同じである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行。当日有権者数、65万3449人。投票率 77.、77.20%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。当日有権者数、63万9458人。投票率 80.、80.65%第38回衆議院議員。 総選挙7月6日、執行当日有権者数、62万9455人、投票率 82.、82.00%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日、有権者数、62万3388人、投票率 68.、68.62%第36回衆議院議員。 総選挙6月22日執行当日有権者数、60万6608人、投票率 85.、85.02%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、60万1323人、投票率 83.、83.29%。第34回衆議院議員、総選挙12月5日。 執行当日有権者数、58万4951人、投票率 84.、84.16%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、56万2826人、投票率 81.、81.24%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、 552,280人、投票率 75.、75.79%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数、521。831人投票率 83.、83.81%、第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数。 53万2953人、投票率80.07%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数54万3950人、投票率82.47%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数53万6280人。 投票率 83.、83.80%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、52万4057人、投票率 82.、82.39%第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、51万3694人、投票率、 83.73%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数、53万1085人。投票率 82.、82.78%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日、有権者数、48万4787人。投票率、 82.19%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数49万1480人、投票率75.98%。ありがとうございます。